しゃい。まあまあまあ、いらっしゃいのび太くん、ニワトリ屋へようこそ。何を売ってるの？ニワトリ屋という言葉が聞こえなかったのか、お前は。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、春の月8日目。さあ、今回も頑張って岩を崩していきますか。お金はどれぐらい入ったんやっけ。とりあえず1635か。まだまだまだだな。やめてしばらく経ったら回復しとったりとかするのかな。それとも続きからなんやろうか。この辺も一回叩いとったような気がするんやけど、気のせいかな。はい、壊した。オッケー。あとこの2つ、あとこの2つだけかも。いけるんじゃない。ちょ待って、今18やって危険。ちょっと寝よう。あ、どうも。おはよう。あ、なんかね、ハート色ついた。のび太、朝から運動かね。呼び捨てなの。初めてヤンメイと仲良くなった。おー、やったね。何があったんか知らんけど、とりあえず寝よ。2時間ほど、2時間じゃない、1時間半ぐらい。どれぐらい回復した。20ぐらい回復したね。いけるいける。あとこれだけやろ。壊そう壊そう。よし。いいぞいいぞ。でも町長さんとなんで仲良くなったんやろ。特に何もしてない気がするけど、何？つくしを届けたからってこと？わからんけど。そういうこと？違う？ほら、これでもう。イエーイ、綺麗さっぱり岩がなくなった。やったね。よし、じゃあタケノコ出荷しとくわ。私全然自分で育ててない。タケノコ出荷して、とじゃあ明日雑草を刈り取っていこう。ちょ待って、あ、そっか、こっちにとりあえず石材を入れまして、でタケノコを出荷すると。はい、すべて出荷で、そろそろ多分みんな活動しようんじゃないかなと思うけん、自然タウン西。あ、何やってんの。よう、のび太、春は優しい気持ちになるよな。スネ夫でもそういうことを思うのか。のび太くん、朝早いんだね。うん、そうでもないよ、もう昼前ぐらいやけん。お、何。あ、どうも、おばあちゃん。あら、いらっしゃい、のび太くん。ねえ。ここって動物屋さんだったよね。ええ、そうよ。動物屋グーテモークというの。大人の牛や羊を売っていたり、育てるのに必要な餌やおやつ。牛からミルクを取る乳搾り機や、羊から毛を刈る毛刈りバサミ。動物用のブラシとかが売っているわ。いつでも買いに来てちょうだいね。買いたいときは私に話しかけてね。了解です。なぜ追い出すの。どうして追い出すの。こっちおばあちゃんの部屋ってことかな。棚とか調べれるんかな。何も調べられない。え、傘ありすぎじゃね。こっちに出られんかった。出られるんかと思ったやん。どんな感じ。いらっしゃいのび太ちゃん。素敵な動物見ていく。見てく見てく。ね、羊牛買えんやろうけど、いくらぐらい。8000。でも8000で買えるんや、安いかも。え、ってかそう考えたらさ、カバンめっちゃ高くない。6000いるよ。6000、カバン6000やのに羊8000やって2000円しか違わんや。どういうこと。どういうこと。ニワトリ屋コケッコハウス、どうも。いらっしゃい。まあまあまあ、いらっしゃい、のび太くん、ニワトリ屋へようこそ。何を売ってるの。ニワトリ屋という言葉が聞こえなかったのか、お前は。ニワトリに関するものなら何でも。ニワトリと餌ね。もちろんお代は必要よ。
でも私の話はただよ。いつでも話しましょうね。あははは。いいよ。で、また追い出すんやろ。ほら、追い出されてる。いつでも話してくれる。あら、よく来たわね。自慢の鶏たち、来ていく。いいです。あら、のび太くんいらっしゃい。外はいい天気よ。知ってる。外から来たから。なんかすごい少女趣味。ものすごく少女趣味なんだけど。え、これは、おばさんの部屋？よね、多分こっちが息子の部屋ってことやろう。え、やば。え、やば。めっちゃ少女趣味やん。かわいい。え、めっちゃかわいいんだけど。ちょっと待って。お金はあれないよね。ちょっととりあえず、魚釣りに行こう。ね、カジキマグロはいつ釣れるの？私、カジキが釣りたいんだけど、なかなか釣れないんだよね。どういうことなのかしら。どっち方面に行けばいいんやっけ？こっちか。もうどこに行けばいいのかすらわからなくなってきたんだけど。なんか村長さん、町長さんだけがあんなに仲良くなるようなことを別に何もしていない気がするんだけどな。自然になったんかな、あれ。さあ、原っぱ広場を通って海へ向かいます。ザザーン岬。早く場所の名前とか人の名前を覚えたい。まだね、まだまだ全然覚えれてないんよね。全くもって覚えれてないよね。てか、一緒に釣ろうって言った約束はどうなったんよ。全然私一人ずっと釣りよんやけど。ほらほら、早く。これ、巻き餌とか使ったらあれなんかな。釣れる種類も変わってくるんかな。いまいちその辺があんまり理解できていないんだけど。さあ、来いよ来いよ。ちっちゃいなぁ。絶対カジキそんなんじゃないやろ。よし、はい、来たー。お、カワハギ。初めてやん、カワハギ。ねえ、餌ちょうだい、餌。いくらで買える？全然おらんし。まだ活動してないの？あ、仲良しのが。春の日は釣りに決まってるわ。伸びても釣りしよ。初めてシーフィーと仲良くなった。やったー。なぜか知らんけど。なんかよくわからん人らばっかり仲良くなるね。釣りいっぱいしに来よるけんかな。そういうことかどうかわからんけど。どうなんやろ。どういう基準で仲良くなりよんかが全くわからない。とりあえず、ハートの色が変わっていくのはいつも嬉しい。さあ、来い。よし！入ったー。何？タコ？あ、違う、鈴木。飛び盛りではおなじみの鈴木。この時間帯はなんかいつもと違うものが釣れるってことかな。いつももっと夕方とかやった、釣り寄ったの。さあ、あと一匹ぐらいなんか来るんじゃない？どうよどうよ。カジキとかどうすかね。カジキとかどうすかね。来ないっすかね。来い、来い、来い。ん？ちっさ。よし、小さいぞ。誰？イカか。くっそ、ダメだな。出荷してこよ。出荷してこよ。餌は餌。あ、活動始めた？いらっしゃい。何か必要なの？うん、必要。高級巻き餌。高級なのちょうだい、1個。うん、1個でいいよ。カバンがいっぱい。カバンがいっぱい。ごめんね。ちょっと出荷してから来るわ。でも高級って言ってもあれなんやね。300円で買えるんや。めっちゃいいやん。とりあえず1回使って、あ、どうも。とりあえず1回使って様子を見よう。ちょ、人の畑の真ん中を。なんだ、のび太。用がないなら邪魔すんなよな。何、忙しいの？ただ歩いてるだけじゃないの、君。今からあれか、大工屋さんに向かってるのか。ごめんね、今忙しくって。みんなに邪険にされるんだけど。てか、みんな人んとこの敷地通って行きすぎじゃない？カワハビっけ？カワハビ。
カワハギ結構いいやん。絶対これいい金額やわ。スズキ。安いかどうかわからんけど。イカ。よし。違う。まだ起きてて。とりあえず、高級な巻き餌を買いに行くから、私。なんかマップ上でさ、移動できたらいいのにね。フィールド移動ではなく。フィールド移動もいいけどさ、新たな発見とかあったりするし。そうなんだけどもね。あ、何うろついてんの、ちょっと。釣りは海が一番よ、知ってる。あの、買い物がしたいんだけど、私。釣るの?釣らんのかい。さあ、なんか来るかな。来ないような気がするけど。でも釣り竿の釣り糸が垂らせるってことは何か来そうな気がするんやけどな。私のあれか、根性が足りないのか。そういうことなのか。てか早く店に戻ってよ。私餌を買いに来たんだけど。ちゃんと商売してよね。ちょっと待って、これ拾いたい。違う、渡そうとしたんじゃないんだよ。私これを拾おうとしたの。そう。そのサンゴを拾おうとしましてね。サンゴって高く売れるんやない？売れんかな？これでいっぱいかな？ね、戻らないの？餌が欲しいんですけど、戻らないの？忙しいんじゃなかったっけ。あ、君別の人か。日差しが強いと海も眩しいな。なんか定期的にこの場所におる気がするけど、何しようんやろ。サボり。こんばんは。あ、静香ちゃんもハートが。のび太さん、暗くなってきたわね。暗くなってきたよ。静香ちゃんとも仲良くなれた。やったね。やったね。嬉しい。あ、ちょっと待って、もうちょっとで。あれや、ドラえもんが持っていく。ちょ、この貝殻たちも持って行っていただきたいから、ちょっと待って。ドラえもん待って。この1分が1秒っていうのがね、だいぶ厳しい。ドラえもん帽子かぶっとったっけ。サンゴ。ちょ。あー、もう間に合わなかったんですけど。あ、でも618ゴールド入った。やったね。え、行くところがあるの。またね。びっくりした。私の家から出てきたかと思ったよ。前通ったけん。扉が開いたってことか。なるほどね。紛らわしい。なんでみんなそんな忙しそうなの。ちょっとかまってくれてもいいんじゃないの。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、どうしようかな。次回は最初から高級な巻き餌を買って、それで釣りをやってみよっか。どの時間帯でも出るんかな、カジキ。わからんけど。